はい、皆さんどうも、今回はついにやってきました。伝説のポケモン、グラードンを捕まえていきますよ。1回目で捕まえれればいいんですが、そこんとこちょっと難しいからね、時間はかかると思うが、必ずグラードンを仲間にしたいと思います。じゃあ行こう、グラードンバトルだ。お、ムービー来たね、見ていこうか。鳴き声、どんな鳴き声よ。グルルルル、言いにくいでしょ。普通にグワーでいいでしょ。これが原始回帰。でかくなったね。うわーわーわー、いろいろとフォルムチェンジ。なんかトゲトゲも生えてる。いろいろ生えてる。オーマイガー、オーマイガー。でかい、このグラードン捕まえたいね。ぜひぜひ捕まえたいよ。さて対決来ました。1回目で俺は捕まえに行くからね。みんな見ててくれ。グラードンが現れた。知ってる。その情報知ってる。目の前で進化するとこ見てたからね。さて、ラグラージ行こう。さすがね、水。何これ。グラードン、終わりの大地？日差しがとても強くなった。わーわーわー、なんて特性だ。さすが水タイプの技やっちゃうとね、グラードンもね、まあ、ラグラージレベル57ですからね、一発でやられるんで、ここは何をしようかな。あ、間違って岩なだれ使っちゃった。どうだ？どれくらいのダメージを与えられる？あー、少な！地震、まずい！どうだ？ラグラージ、うわーお！めちゃくちゃ食らうじゃないか。じゃあ地震返しといこう。倍返しだ。オッケー。どうじゃ？どうじゃ？あ、まずい！あ、よかったー！あっぶねー！わーお！ちょっと待って、HP1 だったのに、相手の HP 少ないけど、待て、ラグラージやられちゃったよ。これまずいな。これまずいぞ。予想以上に強い、このグラードン。頼む、ハイパーボール行こう。いきなり HP はもう赤ですからね。1回目でないか、1個目で。よしよし、あーお、今ちょっと来たんじゃないかなと思ったんだけどね。あ、よかったよかった。さっきね、この断崖の剣という技でね、ラグラージがやられちゃったんですけど、ラティオスには効果のない技らしいね。 OK、 ハイパーボール頼む、来い。2個目で、2個目で捕まえれろ。よしよし、わーお、いいんだよ、あと2回、2回やったらあと2回やろう。噴煙、これグラードン有利すぎないかい、このステージ。俺反則だなと思うもん。相手のフィールドで戦ってる俺ものすごくかわいそうじゃん。いけ、ハイパーボール頼むぞ、頼む。よしよしよし、よっさー、フォー！めちゃくちゃあっさり捕まえれました。3個目。早い、ものすごく早かった。よっしゃー、申し訳ない、何のね、ドラマ性もなかったね。もうすぐ捕まえちゃった。はい、ちょっとラグラージが倒されてね、ピンチでしたが、無事伝説のポケモングラードも捕まえることができました。おお、かっこいいね。登録完了、大陸ポケモングラードンの姿。タイプは地面。あ、地面なのね。火のタイプ入ってないんだ。大地の化身とも言われるポケモンは自然のエネルギーを求めて海洋型争いを繰り返したという伝説がある。正直ね、この伝説ね、どう考えても嘘だと思うんだ。絶対グラードン負けるでしょ。地面タイプのポケモンが水タイプに挑んで勝てるわけないっていうね。よっしゃー、ナイス、グラードンを手なずけました。もうね、手なずけたらこっちのもんですからね。グラードンもデレデレですから、もうツンデレちゃんみたいなもんなんですよね。アイマスのイオリみたいなもんですよ。ツンツンしとるけどね、慣れていきゃデレデレするんですよ。頭撫でろとか言ってくるんですよ。間違いないね。お、さて、これでグラードンがもたらした悪夢が消えたね。うん、おー、綺麗な街じゃないか、綺麗な空じゃないか。
天空の城ラピュタとかありそうだね。あの辺あるんじゃない？雲の後ろあるよね。あの地平線輝くのはこんな感じの BGM 流れないかな。お、これ最初のシティ町だね。博士だ。なんか話してる。奥様方となんか話してる。なんか緑の得体の知れないかけらが落ちてきてるよ。怖いよ。それはそれで怖いよ。ほら見て。何これ。あ、みつるくんじゃないか。頑張ってるらしいね。いや知らんけど知らんけど頑張ってるよ。お、マグマ団もいるね。平和が来ましたよ。戻りましたね。またまたマグマ団。可愛いじゃないか。吠える子がね。吠える子もいるよ。そんな険しい顔しなくてもいいでしょ、マグマ団さん。笑顔で行こう。お、アクア団とマグマ団。カガリじゃないか。可愛いね。あら、この女の子は見たことないぞ。誰なんだろうね。カガリは見たことあるが、あのカガリの横にいた女の子は知らん。お、戻ってきたね。ピーマンくん、終わったんだね。終わりました。グラードンちゃん仲間に入りました。ピーマンくん、君のおかげだ。ほら見上げてごらん、夜空の星を。ルネの空が元通りになった。なんだかあったけえ。目覚めの祠、奥底に溜め込まれてエネルギーが世界中に降り注いでいってるのか。先ほどまでの不安や恐怖が嘘みたいに心が柔らかくほぐされていくような。てん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 。海か大地か、ポケモンか人間か、俺たちはどっちかの幸せを追い求め、どっちかをぶっ潰そうとしてきた。だが世界のバランスがあるがままに戻りつつある。今そいつを考え直さねえとね。ふんふんふん。一からやり直さねえといけねえんじゃねえか。なあ松伏よ、なんか仲良くなってるね。てん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 。そうかもしれぬ。だが私には償っても償いきれぬ過ちを。もしかして、もしかしてだけどいやそれ関係ない。世界をも破滅させてしまうほどの過ちを犯した私にやり直す資格など。あ、こいつもなんか語るね。うん、お前も語るんかい。リーダーよ、確かにあなたは決して許されぬ過ちを犯しました。お前もね。うん、お前もね。そこんとこよろしく。我々マグマ団に対しても、この星の生きとして生ける全ての者たちに対しても、しかしだからこそやり直してください。自ら犯した罪を自ら人生をかけて償い続けていく。おい、ちょっと待って、なんだこの2時間刑事ドラマの終わりみたいな最後。おい、安っぽいドラマだなこれ逃げずにやり直すこと、それが大人として責任を取るということでしょう。いや待て、それ俺とか大悟とかはるかが言うセリフだぞ。お前何も俺悪くないみたいな顔してるけどね。お前も悪いからね。ちょっとおかしいねこの人。お前も悪者だからね。俺らが刑事、お前ら犯人ね。うん、お前らが説得されるべきとこなんだよ、この画面ね。うん、この場面ね。まあいいじゃないですか。一件落着ですよ。綺麗に終わりましたね。ストーリーはこれにて終わりになるかな。俺らにやよ、てめえらが緊張どもにこの世界を受け継がせていくって義務がある。だがその世界ってのが結局のところどんな代物なのか、まずそいつを俺たち自身で見定めるとどうにもなんねえよ。みんなで一緒になって作り出せるものなのか、それともやっぱりぶつかり合って争い合って手に入れていくものなのか。まあまずはゆっくり考えてみるわ。そんなこと考えなくてもいいんだけどね。うん、起きたよ松伏。藍色の玉を使える君ならばこれも使いこなせるはずだろう。グラードに持たせれば、たとえ戦闘中などに限られた時間において原始回帰をコントロールできるはずだ。いいのかそれ。それいいの？また原始回帰させちゃったらな、世界がああなっちゃうんじゃない？いいのね？はい、ピーマンは紅色のたまたまを手に入れました。これでグラードンを原始回帰させられるんですね。先ほどのラグラージもね、レベル差はあるのにもかかわらずやられちゃいましたよね。ほんと強かったね。んじゃなあばよ、ガキンチョ、さらばだ。なんだろうな、本来ならこっちがね、凛々しい顔して
いるんですけど、あいつらの方が厳しい顔してたね。うん、なんか立場変わっちゃった。なんか俺らがまるで悪いことしたみたいなね。いいとこ全部持ってかれたね。うん、まあまあまあ、でもグラードもね、捕まえれたんでいいでしょう。今、方円地方の各地にいろんな変化が起きているはず。世界を巡り、君自身の目で、肌で、そして心で、その変化を楽しんでほしいな。そうだね、まずはこの町のジムに挑戦してみるのもおすすめかな。僕たちに協力してくれたミクリが君を待ってるはずさ。彼は強いよ。だけど今の君なら互い、互角に渡り合えるだろうね。グラードンおるからね、こっちには。こっちにグラードンおるから大丈夫だ。OK。笛？無限の笛。これはなんだ？これちょっと気になるね。無限の笛は君とラティオスをつなぐ絆の証。たとえどんなに遠く離れていたとしても、その笛を吹けばたちまちラティオスは飛んできてくれるはずさ。そして君を乗せて大地を駆け巡るだろうね。南の孤島であの子たちと出会った時のように、人、ポケモン、自然、この星に息づく全ての存在が互いに互いのことを考えて一緒に生きていけるような、そんな世界の形が少しだけ見えてきたよ気がするよ。今これね、ちょっとパッて思いついたんだけど、これなんかもののけ姫の最後みたいなね、なんか若干パクリ疑惑ある、ある、あ、どうだろう、あるような気がするなんか終わり方とか BGM とかね、若干似てるような気がするんだけどね。うん、まあね、伝説のポケモングラドンを捕まえて、まあオメガルビーのストーリーはこれにて、まあ若干終わりになりますけど、まだね、僕たちの旅は続きますから、終わりじゃないからね。やっと二人だけになったね。その言い方どないやねんと思うけどね。改めてお疲れ様ピーマンくん。あるかもね。服脱いで欲しかったね。この間一緒にミシロを出発したはずなのに、ピーマンくんとはどんどん先に行っちゃって、なんだか遠い存在になっちゃったみたいで、ふざけんじゃない。いつもお前の隣にいるよ、俺は。ストーカーだよ、俺は。寂しいな。なんてね、言ってみたりして、おい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 、やめてくれ。破壊力が凄まじいぞ。てへへ。すっごいことをやり遂げたんだから、まずはゆっくり休んでね。またね。え、それだけ？なんか、もっとなんかない？大好き的な、大好き的な、好きだよ的な、そんな言葉は、優しい言葉はないのね。休んでってお母さんかよ。はい、グラドンはこんな感じでございます。レベルは45レベル。技には噴煙眠る地震断崖の剣という技を持ってますね。特性には日照り、戦闘になると日差しが強くなるらしいですね。いいじゃない。かっこいいね。OK、じゃあこれにて実況終了したいと思います。今回はね、無事伝説のポケモン、グラドンを捕まえることができました。3回目でね、3個目で捕まえることができたので、あっさりね。正直ピーマンが一番びっくりしてるんだけど、まあまあまあ、ストーリーもね、無事終えることができ、正直最終回みたいな気持ちでね、今いるんだけど、あ、もうこれで終わりかと思ってるんだけど、まだ終わってないからね。次回の実況では8人目のジムリーダー、ミクリを倒してね、そして、チャンピオンロードを通って四天の方、四天王にね挑戦してね、それでようやく終わりですから、四天王を倒さないとまだ終わりじゃないからね。四天王を倒してもまだまだ続きますし、これからも実況していくので、まだまだ見てくださいね。じゃあこれは今回これにて実況終了だ。バイバイ。